おはようっす。やもうこんにちはよ。おこんにちはやけ。アディダスの帽子いいでしょ。バケツの形の帽子をゲットしました。おはようじゃねえ。こんにちは、こんにちは、わんわん。バケツ帽子ビギナー JT さん。ずっとビギナーじゃない、すごいね。こんにちは JT さん。マシューさん、ダンボボありがとうございます。仕事中、渋谷風強い。渋谷かっこいい。渋谷頑張ってください。スチューデンツ見た。おお、ありがとうございます。スチューデンツも、もう待って、16日でしょ。ツンツンツン、うん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 。次の今週、違う、来週ぐらいに私が日直なので、スチューデンツぜひ見てください。あ、そういうことか。ビギナーは一回きりじゃないんだ。へえ、そういうことか。すごい、いいね。ヨシギさん、スケーモンスター、テッチャー、シンシン丸さん、ギフトありがとう。今日休み？いいね。いいね。こんにちは、まわわん。スチューデンツ見たよ。お、ありがとうございます。そうだと。カラコンやろう、タンポポー、ありがとう。ピース。ホームページ変わるみたいですね。そうなん。ホームページ変わってどうするん。マジ初めて知ったよ。ほのかちゃん、初見です。おー、ありがとうございます。初見。ダン ST48 広島県出身15歳、アリちゃんこと緑子アリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。ありがとう、ありがとう。昼寝するからおやすみなさい。おやすみなさい。おやぽみん、私を見ないで寝るなんて。ピヤーン。おやぽみまん、いや、これしよう。あれだ、18日小学校卒業。おめっとさん、みみちゃん。18日か、あって、あさってか。おめでとう。コン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 、かわいい。おします、嬉しい。ほのかちゃん、ありがとうございます。ほのかちゃん、わいも寝ようかな。昼寝、昼寝、昼寝ね、ね。でも昼寝したら夜起きとくことになるよね。昼寝したら思わん。フォロワー1800超えた。あ、1800になっちゃった。どんだけ急に減ったな。1800やばい。フォロワー、嘘、本当ですか。うれびー。帽子めちゃ似合ってる。本当ですか。ほっと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 、ほんまや。1807人、ありがとうございます。嬉しい。そう、フォロワーさんが増えてる。嬉しい、ありがとうございます。でもすぐね、フォロワーさんが減る、あの傾向があるき。そう、一旦ビョンって増えてチョンってまた減る傾向があるけ、まあ気をつけましょう。そう、ハートピンクにしておいてください。外してはいけません。ギガがない、やばくない。まだ16日よ、あと2週間もあるのに。今月ギガなかったら死ぬやん。チャコキッチャー、お昼休みだよ。皆さんお昼休みでしょうか。今日、今お昼休みなのですか。
お疲れ様さ。ご住担当完了ありがとうございます。お母さん花束ありがとうございます。声がでかかった。バイト終わりに配信ありがとう。バイト終わったの。ごときちゅわん。おつぽみー。おつぽみおつぽみー。4月からツイッターできるようになると思う。なるやろ。わりの配信して見た見た見た。見たよ。イエーイ。岩国？うまもん。うまもん、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 もんもん。こんにちは。アディダス、イエイ。アディダス帽子。この帽子意外と似合う。この形似合わんかと思ったって。意外と似合うね私。個人ついて楽しいに待ってるぜ。イエイ。ありがとうございます。個人。インスタグラムを待っててください。多分できる。今来たぞよ。リュータンロンロンマン。リュータロンロンマン、ありがとうございます。わわわわお。たまには変な声で泣くにあたり映してね。映ってるよ。いつも映ってあれよ。バー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 。ギリフラ？なんなんギリフラって。ギリフラ歌ったら何ギリフラ？インスタ楽しみ。インスタグラムも始まるよん。ツイッターよりインスタは分からんと思う使い方。そうインスタのインスタグラムのハッシュタグの付け方難しくない？私だけ？インスタグラムのハッシュタグでどうやってやるの？メンバーツイッター、メンバーツイッターなくなるんかな。わからん。なくならんのやない、わからん。そうインスタはチャートにだから始めれます。ハッシュタグ似たような記号あるから要注意。そうな。なるほどね。インスタの方が写真がいっぱいあげれるけいいよね。ツイッターだと4枚だけじゃないか。4枚だけじゃないか。俺のアリさん。とりあえずたくさんつけるって聞いた。あ、わかる。なんか変なやつもつけとるよね、なんか。わからん。変なやつもなんかつけてない？ハッシュタグ。何やったっけ、なんかさ、何ハッシュタグありがとう丸みたいな。絶対いらんやろ。絶対いらんくないですか。インスタのハッシュタグの量半端ないよな、なんかみんな。じゃ調べてみよう。誰かの調べていいよ。コーコちゃん、田中コーコ、あれ？あった。アイコンの写真変えてる。アイコンの写真変えてるよ。うーん。あ、コウコちゃん普通だった。なんかあのお店の名前と私服田中コウコ、普通やったわ。高カロリーいちご飴。笑った。笑った。あ、コウコちゃん普通やった。無駄ない。無駄なハッシュタグはなかった。
インスタボインスタそう、ハッシュタグ今日はハッシュタグ何してたみたいな絶対いらんやろって感じじゃない、おわんパパ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 パ、755、5枚まで755はやってないの、755755、いちご飴、いちご飴は作りたくないよ美味しそうだけどね、だって砂糖じゃないか、タピオカよりカロリー高いか、どうなんでしょうねタピオカといちご飴、うん、どっちもどっちやな、かゆ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 ゆゆ、好きなお笑い芸人教えて、好きなお笑い芸人教えてわいわい、りんごちゃんりんごちゃんが好きよ、でも最近見かけないね、ビャーン、私はりんごちゃんが好きなのに、あれそれか3時のヒロイン面白いよいちご飴よりバナナジュース、うん、それはそうそれはさ、シャトレーゼ行ってきた、どこシャトレーゼどこ、あ、クリームシチューもいいね、確かに有田哲平有田哲平さんおもろいね、ブルゾンさん留学するらしい、ブルゾンさん見んね最近、ちえみさん笑い原理さん大変だな大変だよ、千鳥さん、おーいいね、ネプチューンネプチューンしゃべくり7はめっちゃ 毎週録画しとるよ、面白いやんしゃべくり7は録画しとるよ、ウィズビー解散した、え、そうなんでウィズビーどこ行ったん、マジお笑いあんまり見なさそう私、うん、まあ確かにYouTube でわざわざ調べてまでは見んかもしれん、お笑いね、パパ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 、ヤッホーです、ヤッホー、ビズビーンの2人も解散するとか、マジマジ、じゃあブルゾンさん単独ってこと、一人一人になった、いやはん、めっちゃ仕事中で言ってる、お笑いお笑いさん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 、デザインがいいね、ありがとうございます可愛いでしょ、ボコボコってなってる、いい感じ、じゃじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃん、これも可愛いんだよ、なんかいろんなハートハート、いろんな柄がついてるね、あれこっちは何もないわ、じゃじゃーん、デニムです、バケ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 ハ似合う似合います、ウレピー、じゃじゃん、今日はダンサーみたいな服今日はダンサーみたいな服にした、生きてんな生きてんなじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃん、お仕事戻ります、ファイト頑張ってください、頑張れ頑張れ、うん、解散おきに留学する、あ、そういうこと、いい、帽子かわいい、服もかわいい、姉ちゃんだ、ありがとう、嬉しい嬉しいよ、
お仕事頑張れ。アリナさん帽子似合ってる。ありがとう。イエイ。サンドイッチマンさん。いいね、サンドイッチマン面白い。確かに。こんにちは。こんにちは。こんにちは、ワンワン。こんにちは。こんにちは。ジージャーもアリダスね、そう。わかった？どっかに書いてあった？あんまわからんよね。あ、ここに。ここに、チランって書いてある。ちっちゃく。こんにちは。かっこいいよ、帽子も。ありがとう。あ、イグジット！いいね。イグジット好きよ。イグジットいいね。帽子似合ってます。ありがとう。ディ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 。控えめだね。控えめがいいさ。控えめが。下は面サイズボンだよ。面サイズボン。今日はそうダンサーみたいな服装。イキリマン。ショートにしたことはない。髪の毛は長め。でもちっちゃい時はショートみたいな感じだったけどね、髪短くて。でっかくなってからショートにしたことはない。ないさ。ショートにしたことはないさ。パン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 。おはよう、6分笑った。こんにちはよ、もう2時17分。お昼です。もうお昼です。全身。じゃじゃーん。絶対見えない、全身。じゃーん。椅子を抱けて。だだだんだんだん。少年。ここに少年がいて。ズボンはこんな感じ。ああ、うっとっとっと、見えた。迷彩。迷彩ズボン。おっと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 。おっと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 。見えた、見えた。見えました？迷彩のブズ。よし。迷彩見えた？靴下はカレーライス。靴下はカレーライス。テンテレテンテンテンテレテテテテテテン。ここにすぐ嘘、嬉しい。毛とはでも違うよね。そう、コウコちゃんとはまあ違うけど、そう、好きよ、アリさんも。コウコちゃんの服装はテレレテテレ。仕事中だから星投げときます。ありがとう、ラブリーナリナちゃん。ラブリーナリナちゃん、ありがとう。イエーイ。明細ね。なんか紫の紫色の明細が流行るらしい。あと黄緑、今年の春のトレンドのカラーはあれですよ、チョコミントのミントみたいな色。そう、73カラーが流行りですね。そう、薄パステルカラーの薄い緑みたいなやつが流行るよ。でもアリサ絶対似合わんなと思う。薄い緑絶対似合わない。どうしましょう。星ちょうだい、どうぞ。星どうぞ。こんにちは、迷彩にカレーで自衛隊。確かに自衛隊。そう、なんかこれ上下もあった、上下であったよね。なんか迷彩のあのトレーナーみたいな。スウェットトレーナーみたいなあって、上下で来たらなんか自衛隊だった。はい、チュ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 って感じ。そう、上下で着たらちょっとやばかった。自衛隊みたい。
セットアップ的な、そうそう、もうガチ自衛隊すぎてやめたぜやめましたこんにちは、ワン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 。漢字の覚え方知らん。ツイッターでやってる。そうなん。漢字の覚え方、それ教えてほしいかもそれ教えてほしいかもな。ひとりごとさん、お疲れ、ありがとうございます。イエーイ。自衛隊自衛隊たたたたたい、お疲れ、ありがとう。おやつは持ってきてないやおやつは持ってきてないです。自衛官募集中です自衛隊は嫌よなんかこうやってこうやって訓練する、寝坊とか見たことあるよ。なんか嫌だ嫌だ嫌だぜこんにちは、こそば、こんにちは、こそば。今日は暇なの、なそうだよ皆さんは何をしているのそうだおそうだお、あん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 、体きてるやだよ和牛四千頭身、四千頭身あーね、なるほど、四千頭身夕方は秘密のレッスンそう、夕方は秘密のレッスンに行ってくるえ、なにそれ、開かずの踏切に捕まってた、笑ったうわーらたーん。相馬さん、だるま、ありがとうございます、ありがとうございます。あんかけチャーハン、 ABC PC パソコン、パソコンとにらめっこしてあらたーん。コロナのせいで忙しくて昼休みは逆にあ、逆に、お忙しい、頑張ってください皆さん、みんなお仕事か、頑張ってください。月曜日のだってお昼にね配信することないもんな。昨日は日曜日やったけど、日曜日はワンチャンあるけど、お昼配信平日のお昼配信あんまないな。場所によっては1時間とか開かない雰囲気やばくないそれ最悪やん1時間開かんとかもうやば、普通にもうこうやってこうやって渡ってしまいそう、めっちゃ暇しとるみんな暇だよ、だってそうもう卒業式終わったもん、高校の入学式まではもうなんもないさめっちゃ暇しとるよな、配信見ながら漫画コーナーに行く漫画コーナーなんだ、機械くぐったら危険、ありだす、ありがす、ありがとだす、ありがとだす、だすだす、遮断機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 4月から高校生だよ、そうです、初めて見たかも、この時間そうそんなそんなことはないよ
お昼にだってありますよ、ミニョシアリサ。プレゼント紹介少々お待ちくださいね。プレゼント、チャビチャビさんのは持って帰ってるんだよ。そう、チャビチャビさんのあるんですけど、家にそうまだ事務所にあるから、それを取って帰って全部一気にまとめてやりますね。ドゥ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 。作詞しちゃ無理よ無理よ、アリサに作詞なんて、作詞作曲向いてないさ。かゆプレゼント早く出さなきゃ待ってるよ、皆さん、皆様からのお待ちしておりますよ。アリサちゃん卒業おめでとうお待ちしておるよ。 JK の世界イエーイJK の世界へ飛び込むぜよ。さっき送ってきたのよ。ありがとうございます、独り言さ、楽しみ、わーい、楽しみだぜー。うん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 。流星にまたがで、だだ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 。さっき家のカラオケをめっちゃ久しぶりにつけた。3ヶ月ぐらい、いや何ヶ月ぶりや分からんけど、めっちゃ久しぶりにカラオケをつけて歌ってたぜ。プレゼントもうすぐで送れるぜ、イエー、楽しみ、ありがとうございますありがとうございます。うんうん、思いついた言葉はどうか無理よ、そんな才能ないもん。それでなんかギターとかがないとできんくない、曲作るの。うん、Wii U でそう、それであの昼間じゃなくて何だっけ、青函飛行とかをね、そう練習しようと決めた。青函ウクレレできんよ、女の。うん、作曲の方が難しそう。うん、確かに作曲ね、なんか音楽要素が分かっとらんとできんよ、あのコード F とか G7 とかAmとか、音楽的な要素が分かっとらんとできない。アリサは分からない、そんなのそんなの分からん。カラオケ店とかのバイトしていないですか？カラオケ店か、そうやね。あ、でもまあいいよまあいいんじゃない、いいんじゃね、音楽的要素がいるんだよあはアリコン楽しいだな。ねえ、アリコン聞いてみる。絶対家からだったらできそうじゃないですか。でもね、雰囲気が出んよね、家からだと。わかるカラオケボックスだったらなんか音もめっちゃいい感じで、マイクもいい感じで、そう雰囲気が出るけどね、家からだとな。塾の先生のバイトがいいと思う。おいいやん向いてる、向いてそう向いてそうだな。
弟子入り、それは無理やろ、それは無理やろそれは無理やろ家感強いからな。そうなんよ、家感が出たらいけないんだすよそう、どこを背景にしてからやろうかも迷うし、それだったらあれがいいな、船から配信する船からもう配信します。無観客アリコン無観客配信アリコンにしようかな。船のカラオケ機械だったらね、よくない？一緒に船借りようかな峰推しが一人で船借りまーす船いいじゃんマジ船にカラオケあるよ、あのデートフェスとかで、あの浴衣着てからデートフェスの時に、そう、中船の劇場内の中にあるカラオケを使ってね、カラオケ大会やったんですけど、そうあるっちゃあるんよカラオケ機械それを使って船からやっちゃう。パン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 、瀬戸内女子さんなんですはい、瀬戸内女子さん、広島県好きです、嬉しい、ありがとうございます、広島県民です。船代がめっちゃ高そうで、ね、私金取っちゃう私が歌ってあげるっていうのにあんなひどい大人だなおはよう、おはよう、おはよう、相馬さんハートありがとうございます照明とかも、ね、自分でやろうかな照明どうやって動かすんやろ照明もみじまんじゅう、そうもみじまんじゅう、相馬さんハートありがとう、いえ、こんにちは、鶏肉ちゃんありがとう、鶏肉ちゃん、船の中のカラオケ分からん、あれの機械がガムなんかジョイサウンドなんか分からん「こんにちは」「仕事中こそこそまた機会がございました、よろしくお願いします、ありがとうございました」こそこそ見てくれたね、カフェのあの人絶対来いやろ絶対来んよ、カメちゃんヤッホーヤッホー船の中のカラオケ音響さんとかもおらんでも別にできるじゃないですかこうやってヒュンヒュンヒュンって上げとけばいいよ、全部ヒュンヒュンヒュン、マイクもヒュンって上げて、そうまあ音響さんは割とまあでおらんでもできるでしょ、照明はあのポンってスポットライトをシュンって、そうセンターにスポットライトを当てとくよずっと、でそれの真ん中で歌えばいいけ、まあ照明さんもいらんで OK OKOK 自分でできる、いい感じじゃない、それで船でやっちゃう、こんにちはこんにちは、次いつやる、ちょっと聞いてみますね、そう聞いてみるほんまに船でやるとかなったらどうする、無理よただの私のカラオケ配信なのに豪華すぎんかこんにちはマロちゃん初見です、おーありがとうございます、こんにちはじゃじゃじゃん、 ST48 広島県出身15歳のありちゃんことみのりしゃりさです、よかったら右上のハートポチッとしてルームフォローよろしくお願いします、まろちゃんありがとう、よかったらルームフォローしてください、みやこ先生ハートありがとうございます、ありがとうございます、
そう NMB さん NM アリコン NMB 編やらなきゃ。DMM で配信して DMM マジショールームじゃダメショールーム。またね、ありがとうアフロッティさん、ありがとうございます。フォローしたよ、ありがとうマロちゃん、ありがとうゲストマナさん、え、何するな、何してもらおうアナさん、うん、道の作り方を、でも NMB さんのやつも練習しなきゃやばい、やばい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 やば、ショールームのがいいっす、ありがとうございますそれはどうも NMB さんのやつね。でもねこれね曲数をね、待って、何曲だったっけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、え？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、29曲になりました。そう29曲になりました、イエイ。そうちょっとだけ減ったよ、30、32、33、32ぐらいあったっけちょっとだけ減らした。そう絞った絞った、頑張ったよでもね、あのね、そうさや姉さんのあの曲も入れてるんですけど、そうそれは歌えるんかはてなみたいな言われた、え普通にいつもショールームで歌ってたのにさや姉さんの曲は歌うからな私あれは削らないからな何があっても、うちでしょ、それ何回このショールームで歌ったと思ってる申し訳ない、今更あれは歌ったらダメよとか言われても、まだ言われてないけどそうそうやね、ダメやったら佐藤さん佐藤さん頼みに行ってくれ佐藤さんに任せたぜ佐姉さんのあの神曲は歌うからな私が歌うからドゥ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 、分かったぜイエーイ、さすがアディダス、デデデン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 デデデデデンデデデンデデンデンデン、聖霊様の歌は入れてるよもちろんもちろんうんうん、一輪草入れてほしいですもちろんもちろん入っておりますよ一輪草、あれは神曲ですね、本当に神曲すぎる、かゆかゆ、衣装衣装ね、どうしようかね衣装やった、イエーイイエ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 イ、うん、一緒なーテーマはねでもね、本当に NMB さんのやつで歌ってほしいのをリクエストでね、ツイッターで集めたらほんまに多すぎてから量がボーンってそう2回公演回せるぐらい曲数があったんですよ、本当に。だからもう超削ったんですけどそう超曲を削ったよ。でまずそう、あの夏 NMB さんで夏の曲が多いじゃないですか、夏曲が「なぎいち」とか「真夏のサウナグッド」は違ったそれは違った「なぎいち」とか
まさかシンガポールとか、あと何があったっけね。そう、そんな感じで、何だっけ、多いじゃないですか。あの夏の水着 MV が水着の曲が多いやん。そう、夏曲はとりあえず、そう、まだ3月だから入れてない。そう、まだ入れてない。ドリアン少年も入れてない。そうだから夏になったらまたやろうかなと思って、夏夏バージョン。そう、それは夏になったらやろうと。季節外れじゃないですか。今真夏の曲歌われても、楽しみにしてます。いや、そうやね。テーマはでも、そうやな、なんやろね、テーマ。ザ・ナンバーって感じよ、本当にザ・ナンバーって感じの曲を入れてる、いっぱい。そう、ザ・ナンバー、ヒョウ柄の服がいいんじゃない。確かに確かに、でも和柄の感じの服ない、和柄。和って感じのイメージかもしれんな。そう、ヒョウ柄確かにあり。あり。昨日の、もしや昨日の、あの、私昨日のでも別にあり。ありっちゃあり。あれにヒョウ柄組み合わせたらどうなるかね。あれにヒョウ柄組み合わせたらどうなるやろ。でんてんてん。なんかチンチクリになりそうやね。そう、でもありありあり。わーな感じの服に、あのね、大阪のヒョウ柄のね、靴あるんですよ。ヒョウ柄のサンダルみたいなパンプスとヒョウ柄の帽子もあるから。やばそう、面白くなりそう。笑った。ヒョウ柄は、ヒョウ柄はマジでめちゃくちゃありよ。帽子もあるし、コートみたいな、上に着るコートもあるし、スカートも、ヒョウ柄のスカートも持っとるし、靴も持ってる、ヒョウ柄。ヒョウ柄結構好きや。あ、NMB さんで一番の衣装、和柄だったんで、何やったっけあれ。何倍ちゃったっけ。あれ。何の衣装でしたっけ、衣装総選挙ナンバーワンのやつ。なんだっけ。ドゥンドゥルルドゥルルルル、はあ、はあか。ああ、は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 あ、みたいなやつだね。はあ、はあ、違うな、それはあれだ、 HKT さんの曲だった。ちゃん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 。ラップ言うの上手くない？なんかそれっぽい感じ出てる。学校ないの、もう卒業しました。学校はもう卒業しましたよ。HKT さんとやりますよ。 SKE さんとか NGT さんとかもやりますけど、そう、不安ないね。不安なのは、そう、そのね、NMB さんめっちゃ好きやから、あの曲とかもね、そう、 NMB さん愛が強いからさ、そう、知ってる曲が多いから、あのできるんですけど、そう、できるかな、 HKT さん、 SKE さん、 NGT さん。
の縛りで1公演作れるかどうかまあまあなんとかなるっしょ、なんとかなるっしょ。うんうん、そう、愛が足りないってことで、そう、知ってる曲が少ないかもしれない知ってる曲が思いつく限りよ、調べてみたら、あこれもいけ、あこれもいけるんやみたいなあるかもしれんけど、 SK さんはうん、カンガルー、知ってる曲はカンガルーと12月の意外にマンゴー、鉄な左利きキスだってとかあとチョコの奴隷も好きよ、あのチュリさんが歌ってたから、チョコの奴隷も歌えるようになったけど、歌知ってるよ、その5曲しかないいやまずいね、5曲しかない、しかも季節がバラバラ、チョコバレンタイン、意外にマンゴーは夏って感じで12月のカンガルー冬季節もバラバラ事件や。あーパレオはエメラルド、あーわかる、パレオはエメラルドアリサの歯聞いていた、でも歯入れてたっけ、歯入れてなかった気がする、 NMB さん HKT さん覚えやすい、 HKT さんはあのぶっ倒れるまでは絶対入れたいなと思ってるあの曲よくない、ぶっ倒れるまでデン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 うん、あマックス時 NGT さんやったらマックス時、あの世界はどこまで青空なのか、青春時計あと何があるっけ、あとでとかも好きや、あとでダン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 、あとでとかそんな感じ、あ暗闇もとも懐かしい懐かしい、懐かしい坂道じまり、できるかな坂道さんね、あ歌える曲ないかも坂道めちゃくちゃ好きやった、本当確かに坂道じまりね、いいね、なんかその他縛りはどうその他縛り坂道さんとかラストアイドルとかイコールラブさんとか48グループ意外縛りそうするそうだったらいけるかも縛ってないでさ縛ったんや48グループ以外やったよ、ハロプロ、ハロプロは歌えないよ、いや秋元先生が作った曲のみそう、ハロプロ縛りとか絶対無理よ絶対に無理、歌える曲なさすぎハロプロ縛りは歌唱力が足りなさすぎやろ歌唱力が足りなさすぎるよパパ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 パ、手遅れ縛り、手遅れだけ3時間やばつまんなつまんな笑ったみさらいわりさん笑った川の流れのようにとか歌ったら、歌っても歌えるかな止められそうやん絶対、でも得意よ、川の流れのように得意やけマジでそうビブラートの拳ばっかり入れてう
ファイナリストさん、いやーハロプロさんには勝てないやろマジで感動ハロプロさんのステージはマジで見に行きたい。ティフでからね見たんですよね。ティフであの拳ファクトリーさんのステージを見てびっくりあんなに踊りながらあんなに歌いながら、うますぎやろ歌もダンスもうますぎやろドゥ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 あ、キャンキャンさん、あれ夜明けのミュリトルグリーンモンスターさん、いやうまいね。確かにうまいというかもう次元が違いすぎる声やな。声の質が辛い。まず声の質から違うな。川の流れのよう「それでねはめているの」「ダダ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 ダありがとうございます。嬉しい。こぶしさん開催する、開催し開催解散らしいですね。こぶしさん好きやったのに、私好きやったのに握りこぶしかと思ったそれはダサすぎ。こぶしかっこいいが、こぶしこぶしファクトリー卒業おめでとうございます。ありがとうございます。戻ってきたぞ。ありがとうまるさん、ありがとうございます。こみし桜ナイトフィーバー好きです。桜ナイトフィーバーから大器晩成とか知ってますか。大器晩成、おおそんなご時世、おおひっくり返す今掴みたい。やいやいやいや、ファイナリストライブの曲もう一回聴きたいのはある。おお嬉しい。歌える機会が欲しいねそれは確かに。でもライオンは確かにもう一回やりたいかも。うん生でそばかす聞きたい。俺ティー嬉しい。ありがとうございます。歌える機会が欲しいなそれは。ST までライオンハモるならマリナやないかな。そうやね、ライオンハモるなら大谷マリナあなたを指名する大谷マリナさかみちさんの歌歌ったり、するよその聞いたりはするよたまにね。でもあんま分からん。あんま知っとる曲数が少ないかも。そんなめっちゃ乃木坂さんファンですみたいな感じじゃないけ、知っとる曲数が少ないかもしれないいつの間にか配信終わってる。マジマジ笑ったー。まるでLJC もうすぐ JK。 そうもうすぐ JK マジマジ持ち曲少なめだ悲しいこと言わないで。違う、そんなにあのそうたくさんの曲を一気にできないんで、
一曲、その一曲を極めたい派だからね、私は。もっといい感じに言ってよ、もう悲しい。そう、そばかすって決めたら、そばかすを1年間練習してきたんだよ。55分だ、ほんとだ。そろ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 キャッチフレーズをいきたいと思います。ダダダン、それではいきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサゴはアリサゴ実家。はい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんことミヌシアリサです。イエーイイエーイ。よ、それではパッ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 ギフトを読んでいきたいと思います。バンジェラモンスターさん、チャビチャビさん、ミャンコ先生、相馬さん、ひとりごとさん、母さん、ジージーマー君、カラコン野郎、シンシンマルさん、てっちゃん、スケーモンさん、ひろしげさん、マシュー、バンジェラモンスターさん。ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位さくらもちちゃん、12位もときさん、もときさん11位塩こうじいさん、10位なつちゃん、9位ひとりごとさん、8位てっちゃん、7位相馬さん、7位とっさん、あ、間違えた、6位6位とっさん、 5位しんしんまるさん、4位パッチさん、3位ビッグウェブさん、2位ひげのまささん、1位はバンジェラモンスターさんです。ありがとうございます。イエイイエイイエイ、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。お、歌は世界を救うさん、バラありがとうございます。終わりです。今日の配信はこれにて終了です。そう、夕方が今日はできないので終了です。レッスンがあって、そう、今から秘密のレッスンに行ってまいります。さあ、それではバイバイ。楽しみだ、イエイ。それではバイバイ、ありがとうございました。また明日です。また明日です。バイ、チャラボーイ、ピース。